ヘイです。こんにちは。少しご無沙汰しておりました。ちょっとね、なかなか撮影時間の確保ができませんで、なかなか撮影できなかったんですけど、今日久しぶりに撮れましたんで、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、やっていきましょうか。4月になって、そろそろ暖かくなってきました。そんな時にですね、何を着るのかっていうのをちょっと迷われる方もいらっしゃるかと思うんですけど、そんな、春に着れるスプリングコートを今日はちょっと紹介したいと思います。ちょっとね、日中が最高気温が20度ちょい上ぐらいに最近はなってるんですけども、朝夕はね、まだちょっと冷える時がありますんで、そんな時にね、ちょっとなんか羽織り物がないかなっていう時に、こういったスプリングコート、いわゆるライトアウターってやつですね。軽くて、裏とかもない、軽く本当に羽織るっていうような感じのね、コートをちょっと紹介したいと思います。で、僕はもう春先もっぱらこういうコートを着る。もうちょっと寒い時はね、レザーブルゾンとかを多用するんですけども、そこからもうちょっと気温が上がるとこういった、スプリングコートを着ます。で、例えばね、こちらがまあもうほぼ白に見えますかね。まあいったグレーなんですけどね、ライトグレーをもっと明るくしたような感じです。ちなみにこちらが UA ですね、ユナイテッドアローズのコートになるんですけども、こちらは素材が、ポリエステル85とナイロン15ですね。非常に、まあ、軽いです。こんな感じと、でもう一つがこちらですね。これがイーボのコートですね。イタリアのコートメーカー、こんな感じの、まあ、マドラスチェックのコートになります。こっちがね、確かコットンとリネンだったと思うんですけど、綿72と麻28ですね。コットンリネンの、これも薄い軽いコートです。ささっと、こういったコートをね、ちょっと春は着ることが多いんです。で、先ほど申しましたようにね、日中は着てるとちょっと汗ばむ、暑いぐらいなんですけども、朝とかね、仕事帰りとかちょっとひんやりまだするなっていう時にこういったものが非常に役に立ってくれます。で、言ってるようにすごく軽いんで、全然羽織っててもまた冬に着るね、コットンのコートとかと全然違う雰囲気で、着てても疲れませんしね。まあこういったものを愛用しております。で、どういったものを中に合わせていくかっていうと、まあ、せっかく春なんで明るい色のものをね、まあ、例えばちょっとこうパステル調と言いましょうかね、こうライトイエローのニットポロ、こういったものを合わせたりします。まあこんな感じとか、せっかくまあ春なんでね、明るい色を入れたいじゃないですか。なんで、こうコートが、例えば僕が着るときはこっちのコートなんかは、これが結構引き立て役になってくれて、中の春らしいカラーをこう際立たせてくれるというかね、そういった感じになります。で、例えば、まあ、今年買ったこのユニクロのウォッシャブルコットンですね、まあ、こんな色のも合わせたりします。ね、まあ、はっきり言ってね、無彩色のもんで明るい色なんで、何合わせてもほぼ合いますんでね、こんな感じで。まあ私の場合下にリジッドっていうか、まあ濃紺のデニムを履く場合が多いので、まあそれを合わす感じですね。で、ローファー履いたりしてね、もう大概何でも合うんで、本当に使い勝手がいいです。まあこういいことだらけのお話もしてるんですけども、ちょっとね、一つ、難点ってわけじゃないですけども、まあこれ他のことでも同じなんですけど、私のようにね、こう濃紺とかリジッドのデニムを履いてると、どうしてもこういう白っぽい色のものがですね、どうしても色移りが出ますんで、これちょっと出てるかな、これから、まあほとんど分かれへんぐらいだと思うんですけど、ここちょっとね、まあ分かれへんか、まあまあなんですけど、ちょっとそういう色移りがあるんで、濃い色のものをね、特にまあデニムなんかやっぱり履くときは、気をつけようがないですけどね、ちょっと色が移るっていうのは覚悟しないといけないところですね。で、まあお話してるようにね、コットンのニット
を春は僕使うことがすごく多いので、で例えばこうラベンダーのね、これはウィリアムロッキーのニットなんです。ちょっと肉厚、ミドルゲージぐらいあるんですけども、まあこういうのもやっぱ春らしい色でいいですよね。でこちらはまあリネンなんですけども、ちょっと明るめのオレンジというか、そういった感じのニットも合わせたりします。まあこっちなんかはオレンジに合わせやすいですかね。はい、こんな感じでいかがですかね。ちょっと襟立てたりしてね、結構まあこっちのベージュとかね、赤とかそういったニットを合わす場合が多いです。こんな感じですね。まあ例えば今日の格好なんかでも全然、ちょっと映ってるかな、下オリーブのパンツなんですけど、まあこっちなんかやと今日の格好ですよね。今日ベージュのボーダーのカットソー着てるんですけども、まあこんな感じで全然違和感なく、非常に使い勝手のいいというか使えるコートですね。でまあ少し丈もありますんで、風になびいていい感じですね。まあこんな感じで重宝してます、スプリングコートで。結構ね、考えたら5月になるとね、結構暑いんですよね。なんで使える時期を考えると3月の終わりからまあ4月の終わりぐらいまで、3月もうちょっと先からいけるか、3月の中ぐらいからね、4月の終わりぐらいまでって考えると、まあ1ヶ月ちょっと着れるかなっていうところなんですけど、まあそう思うとね、着れる時期が短いかなっていうので買うのを躊躇される方もいると思うんですよね。でまあお店とかでね、そういう話をしてると、だいたい店員さんこう言います、秋も着れますね、本当セールストークのように皆さんそういうふうにおっしゃいます。で、その話についてはどうかと言いますと、まあそれは正解ですね。実際秋口でも着れます。当然色柄は多少選ばないといけないんですけども、まあ、ちょっとねこのマトラスとか僕秋は着ないですけども、こっちの方とかは秋でも着ます。他にも今日ちょっとこの2つしか持ってきてないんですけども、例えばまあブラウン系のスプリングコート、まあ、こういうライトアウターですと当然秋口でも着れますしね、まあ、そういったものを買うと結構1年の実通して考えると長めに使えるということです。これはまあレザーのね、ブルゾンライダースとかにも言えることなんですけども、まあ、そういう点では割とねお得なのかな、お得っていうとおかしいかもしれないですけどね、いやまあ使い勝手はいいっていうことです。春でも秋でも使えるんでね、はい、こんな感じです。で結構見てると、まあ女性の方なんか割とねこう春のコート着てらっしゃる方もいらっしゃいますけど、あんまり男性は見かけないのかなっていう気はしますけれども、で今やったらもうちょっとね丈が短いのもハーフコートでいいのかな、まあそれもありだとは思いますんで、よかったら皆さんも一度ねスプリングコートぜひ試してみてください。じゃあ今日はここまで。グッドナイト。ありがとうございました。